インターネット上で全世界を賑わせたあの人は今参戦。キーボードクラッシャー。2006年のことです。世界中でキーボードクラッシャーなる動画が話題になりました。動画にはオンラインゲームアンリアルトーナメントをプレイしているドイツ人の少年の様子が映っています。普通と違うことは、彼がゲームに対して怒り狂いまくり、挙句の果てにキーボードを破壊するということでした。このことから見たまんまキーボードクラッシャーと名付けられ、世界中に拡散。日本ではニコニコ動画に転載され、空耳動画やマット動画が多数アップされ、大ブームとなりました。空耳動画のタピオカパンは秀逸と言わざるを得ません。動画投稿から12年が経った現在、彼は筋肉もりもりのマッチョマンになっていました。昔のオタクっぽい印象からの変貌ぶりに驚かせられますね。動画が世界中の話題になったため、彼は動画投稿をやめざるを得なくなっていました。しかし今回 YouTuber として活動を始めたそうです。彼が投稿した動画に昔のキーボードクラッシャーの動画を自分で見てリアクションするというものがありました。少し照れくさそうに鑑賞している彼の顔には当時の面影が残っていました。今の彼なら一撃でキーボードを破壊できそうですね。そんな動画を上げたらまた世界中で話題になるかもしれませんね。皆さんごきげんよう。最近コンビニスイーツにハマっているメイです。特に宇治抹茶商品、いろいろあって迷うので片っ端から食べています。それでは2つ目の話題へどうぞ。ガッツポーズ赤ちゃん。インターネット上で最も有名な赤ちゃんといえば、このガッツポーズをする赤ちゃんではないでしょうか。よく見ると砂を握っていて、口の周りに砂がついているので、握った砂を誤って口に入れての表情なのでしょう。しかしこの険しい表情が何かを成し遂げガッツポーズをしているように見えるため、素材として多く利用されました。海外ではサクシードキットと呼ばれ、同じくやったぜというような場面で使う素材として広まりました。そんな彼の現在はどのようになっているのでしょうか。これが現在のガッツポーズ赤ちゃんです。今度は本当にガッツポーズを決めていますね。シュラパンツ。ワールド・オブ・ウォークラフトのアカウントを母親に消され、叫び狂う少年をその弟が撮影した動画です。その様子はまさに修羅のごとく激しく、真っ裸になってリモコンをお尻に刺すなどの不幸を繰り返していました。海外でもこれだけの暴れっぷりをする人は珍しいらしく話題になりました。しかもこの動画は10本以上のシリーズになっていたため、毎回人気の動画になっていました。内容はいつも弟が兄スティーブンを怒らせ修羅化させるというものでしたが、彼の怒りっぷりが激しいので人気は続きました。日本でもニコニコ動画で大流行し、彼の真似をする人やマットを作る人が多数現れ、修羅パンツブームが起きます。そんなシュラパンツことスティーブンさんですが、現在はどうなっているのでしょうか。意外にもフィットネストレーナーをして生計を立てているそうです。一時期は映画に出るなどもしていたようですが、今は落ち着き、彼女と一緒にインディアナ州で過ごしているようです。ちなみに毎回兄を怒らせる弟はこんな感じになっています。なんだかインターネット上で見たことがある分、成長した姿を見ると感慨深いものがありますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。